県内の感染者の推移を見ていきます。3月31日に200人を確認してから減少傾向にあります。しかし先週とですね、今週を比べますと、金曜日の時点で比べても先週は172人、今週は196人ということで1割ほど増えています。この連休中で検査数が少なかったことを考えると、こちらが懸念材料ではあります。続いて人口10万人あたりの感染者です。直近1週間の感染者は宮城は 9.11 人ということで、全国で38番目でした。だいぶ減ってきました。次に今日午後3時時点の県内の状況です。療養中の方が419人です。昨日より4人減っています。そのうち入院中の方が117人、重症の方が8人です。でホテルで療養中の方が159人、ここまでは昨日よりも減っています。そして現在自宅療養中の方が97人、こちらは昨日より増えました。そして入院先等調整中の方が46人で、こちらも昨日より8人増えています。続いて病床の逼迫具合です。すぐに使用できる病床は県内全体で217床、そのうち117人が入院していますので 53.9% の使用率、そのうち重症者用は22床のうち8床埋まっていますので使用率は 36.4% です。で仙台医療圏に限って見てみますと、118床のうち80人の方が入院していますので病床使用率は 67.8%、 そして重症者用に限って見ても14床のうち7床埋まってますので 50.0% ということになります。